ですから自分と全体って分けたらそれはもう間違ったビジョンなんですね。分けないで全体なんです。まあ、ここは一旦引いて足してまた全体って書いておいたんですね。ですから自分をのけては全体というのはありえない。ということは全体が私の全心身を構成してるんだということです。この自分の全身心は全体生命なんですね。まあ、分かりにくい人は全体生命の一部だと最初は思ってくださっても結構ですよって言いましたがね。で、これは特に肉体じゃなく心の領域で自分の思いとかね。だから僕言ったわけです。僕がしてきたこと全部は私がしてると僕は思ってないっていうんです。全体生命がしてることであってね。責任転嫁じゃないんですが、僕のものじゃないんですよ。全体生命のエネルギーが全体生命のエネルギーとして活動してるだけなんですよ。で、皆さんは頭で思うのも難しいかもしれません。そんなこと言われてもなって思うでしょ。私は私なんだし、まあみっともないんだしって劣等意識持ってる方が多いでしょうし、あるいは慢心してこれは俺がやったんだってすぐ田中さんじゃないけども上告する人いるでしょ。だからそうじゃないんですよ。全ては全体生命の表れとしてあるだけで、それを分けて僕ら見てる。分けてみるっていうのは五感の働きなんですね。本当は全体的に捉えなきゃないのに、僕らは5つの感覚器官を持ちで部分的に見るでしょ。これを視覚的にこういう色に見るのは皆さんの目ですよ。それからこの音はねってやった時にこの音を聞くのは皆さんの耳でしょ。で、目で見てね、耳で聞いたものを総合的に第六意識ね、この頭で判断して、この、まあ、外観とね、それから音ですね、組み合わせて、輪というものはこういうもんだって頭でまとめて見る前にその、分けた器官でね、捉えてるからね、それがまあ分別意識の根因なわけです。で、感覚器官通さなくても、いろんなものを見たり聞いたり、あるいは知ることができるっていうようなことを言いましたが、直感ですね。直感っていうのは感覚器官を経ないでっていうことです。つまり、バラバラに分けないで全体を全体として捉えるっていうことです。全体生命を全体生命として捉えることができた。その知恵がアールシャビディアです。5つの鞘からなってとか、そういうのは全体生命値、アールシャビディアじゃないんです。分別値なんです。ただそういう分別値のはしごを使っていってね、最終的に分けない世界があったんだって、そこに至るわけです。それには私意識を使って、展示既得値のプロセスを自分で引き起こしていったらいいっていうことなんですね。だから仕切るか仕切れないか、それが問題だっていうことなんですね。その下、This teaching, この教え、I'm the whole. I, 私は the whole, 全体である。The whole, 定冠しすぎて the whole で、そこを God ととってもいいですよ、もちろんね。あるいは I'm Brahman. で、例えば、Brahman をね、That に置き換えると I'm that でしょ。それが相反です。本相です。音ですね。ですから、オウムとかソウハムとか、ホーンソウとか、ハンサっていうのはね、私は全体生命であるっていう意味なんです。アールシャビディアをね、マントラとして表現したのがオウムなんです。ソウハムなんです。ハンサ、ホーンソウなんです、ね。あるいはタッテヴァンナティとかね、その他、もろもろの聖句と言われるものですね。よく引用に出される、旧約聖書の、I am that I am、私は我ありというものであるっていうのも、I am the whole と一緒です。Is the knowledge or the vision of the rishis? 理師たちの、聖賢たちの the vision, 観、宇宙観。そしてそれは it is Arshavidya と呼ばれているっていうことね。で、I am っていうのをあなたに置き換えて you are。それから the whole or the self ってやると、マハルシが言っていた you are the self。あなたは全体生命なのです。あなたは白人とか黒人とかね、黄色人種とかね、日本人とかね、あるいは、まあ、カースト、いろいろなカーストとか、あるいはもうカースト外ね、アリジャンとか、そういうのじゃなくて、あなたは全体生命なのですよって、それが唯一の正しいビジョンなんですね。布引和子さんとかね、それは名前であってね、生い立ちがどうであるとかね、それは限定された時の一点
定の条件での知識であってね、全体生命とは関係ないんです。あなたは全体生命なのですよって、ラマナ・マハリシはその あなた私ないので強いて説明するときにだけ言うって言ってますが、あなたって言ってますが、その時の言うは The Self ですから、全体生命は全体生命なのですよ、全体生命があるきりなのですよっていうことなんですね。それを唯意識とも言うわけです。唯意、ただそれがあるだけ。識、唯意識の識はね、全八識の識じゃないんです。唯意識って言った時は唯一意識、唯一識、普遍的な唯一識ということですね。それとカイバリア、佐田先生は神話の独尊ってやってるけれども、神話は全体生命ですから、全体生命あるきりっていうんですね。唯識、唯っていうのは唯一のですからね、ここに唯一って補うでしょ。唯は全っていう意味です。全体、ホールですから、全一識っていうのと一緒なんですよ。で、善逸っていうのは普遍ですから、よく普遍式とか普遍意識とか言われるものですね。ですから、唯意識っていうのはね、一を分別して、全八式ね、に分けて、分けた上でその八式、分かれる前は、分かれる前っていうね、人間が分けてみる前は、たった一つの唯一の式があるだけで、チッとね、サッチッと、ああなんだのチッとです。唯一のチットがあるだけですよ。唯一のコンシャスネス、アウェアネスがあるだけですよっていう、ね、善逸式で、善逸意識あるいは全体生命と僕が言っているもの、まあ、善逸式っていうとね、中学生たちに分かりにくいので、僕は全体生命って分かりやすく言ってるだけ。あるいは普遍意識って言ってもいいですよね。ユニバーシティっていうのは普遍の世界っていう意味ですからね。ユニバースね、宇宙で、ユニバーシティっていうのはそういうものを学ぶところだったんです、もともと。今は就職のためにとかあれこれありますが、ユニバーシティのは本来は有意識と同じ意味なんです。ユニバーシティのね、そういうところを学ぶところがユニバーシティです。それでヨーガバーシティって、僕名前考えたのはね、これご覧になってみたらわかりますが、一番最後にここにヨーガバーシティの説明しておいたんです。分かってない人多いので。で、ヨーガっていうのは善逸意識と一体になることですね。ヨーガっていうのは合一することですから、こう分けてしまった、自分で分けてしまった意識をこの善逸意識ね、有意識に合わせることです。それがヨーガです。ヨーガとは合一であるって言っても、何と何を合わせることですかっていうことですね。はい、それ本当は僕のなんです、すみません。で、僕なくして家内から借りたんですが、あっちの方に送り返してください。それで、ヨーガっていうのは善逸意識、あるいはここの善逸式、普遍有意識と一体になることで、ユニバーシティのユニっていうのはヨーガと一緒です。ユニオンね、合わさるっていう意味です、合一で。ヨーガユニバーシティってやると、ヨーガとユニがぶつかるでしょ。それでユニを省略してヨーガバーシティってやって、その下にね、全体生命、全一意識と一体になって、このたった一つしかない全体生命世界でクリア意識を巡らす、カルマヨーガを学び修行すること、その仲間の集いにしたいっていう意味で、僕はヨーガバーシティって考えたんです。ですから、この名前を僕打ち出した時にはこういうことを知ってて、こうしたいと思ってたんです。ですから、僕の講習会に来る人は、そういうことを思考する愚道者であってほしい。ね。愚者にならないで愚道者であってほしいっていうことなんですが、なかなかうまくいかない。そういう意味持って、そういう意味でね、それを4年間ぐらいでね、まあ、基礎を勉強できないかと思って、4年間ぐらいの通信教育の体系を作り上げようと思って、ミニヨーガバシティっていうのをまず始めたんです。で、その後ね、発展させようと思ったら、さっぱり勉強しないので、ミニミニってだんだん落ちてきたんですね。復習1年間だけやりますよって、やって、それすらも分かんないのでどうしようかなと思ってるんです。もうやめようかなと本気で思ってたんですが、ある時、家内が
僕が出張すると家内ビデオ1本2本仕入れてね、買ったりね、借りてきたりするの。それで、レナードの朝っていうビデオを見たんですよ。そしたら、アメリカで1920年代に流行った眠り病ね。その患者さんを扱ってるお医者さんがいて、まあ大変な世界ですね。もう普段こうやって意識何もないわけですから、植物人間なんですよ。でも動物神経だけあってなんかパッと投げられるとね、パッと受け取ったりするんですよ。こうやっててね、ボール投げやるとパッと掴んだりするわけ。だから、精神的には反応しないけども、肉体的には反応するんですよ。で、ある時新薬が、まあ、開発されて、それをやったらね、奇跡的に蘇った人たちいて、一時的に。で、普通の、まあ、例えば20の頃眠った人は、まあ、40ぐらいになって起きたわけですよ。で、今何年ですかって聞かれると、まあ、例えば1920年ですとか、1926年ですとかって、その眠り病に陥った前の状態しか回復しないわけね。で、そういう人たち、一時的に薬で良くなったけど、やっぱり薬の副作用でまたこうなっていったりしてね。で、それ、今でも、その時のお医者さんがそういう人たちの世話をしてるそうですね。それ見たら、ああ、ぬのりきさんや岩井さん扱ってるよりも、まだ大変なことしてる先生たちいると思って、もう一回、もうちょっと辛抱しようと思って今やってるんですがね。まあ、それも紙の世界ですから。まあ大変な世界、カルマヨガやってる人たちいますので、僕らの仕事なんてまだ楽な方だと思わなきゃいけないんですよね。仕切りなし、You are the self。You、あなたと the self の間に仕切りがないんです。A は B ですって言うんじゃないんです。A は B ですって、A と B があるんじゃないです。 A と B が一つだって言ってるんですよ。 You are the self。 I am the whole っていうのも I am とね、私はある。サットです。 I am っていうのはサット、存在するっていう意味です。 The whole、 これはチット、普遍意識ね。ですからサットとチットは一緒です。サットチット。で、その性格をね、一言で言うと、ああなんだ。それと一体になると、ああなんだ。至福に包まれるっていうことで、サッチッツ、ああなんだ。が神の代名詞になってるわけです。サッチだなんてね。まあ、仕切るか仕切れないか、それが問題だ。っていうことをずっとテーマにしていて。